あかりでーす。今日は、この間、大人可愛い女子にしようと思って、妹をね、スナイデルに連れてったんだけど、いや、私も欲しいなと思って、何個か買ったのね。まあ、それをちょっと紹介しようかなと思ったんだけど、ちょっと紹介するには、点数が少ないなと思って、ついでに、今期のリュウもめっちゃ可愛いから、この間買ったスナイデルの購入品と、リュウの新作をいろいろ着て、今日は、発表会！みんなで洋服可愛くねーってなるコーナーです。リュウしか出てきませんけど本当に可愛いからマジで。私はリュウっていうブランドをやってるわけだけど、がっつりいろんなブランドさんのお洋服着て、洋服って楽しいなって思ってほしいし、洋服業界が全然盛り上がってないとかじゃなくて、たくさんね興味持ってもらえて、可愛いと思ってもらえて、洋服にねお金を使ってみようって思ったりしてくれる方がめっちゃ増えたら、アパレルがいっぱい需要がね高まったら、たくさん求人で応募してくれたりとか、なんか業界が盛り上がるっていうか、それが一番大事な気がすると思うのね。まあ、もちろん自分のブランドもねたくさん愛してくれたら嬉しいけど、やっぱ洋服の話をしてるとすっごい楽しくて、そんな感じでいろいろこう買い物をして、ちょっとなんか見せるの足りないなと思ったらリュウのお洋服とかアピールすると思うんですけど、純粋に洋服って楽しいよっていうことがアピールできたら嬉しいなと思います。今日はよろしくお願いします。で、意外にスナイデルってちょっと価格帯上がったのかななんて思ったぐらい結構いいお値段しました。2人で20何万ぐらい買って汗汗みたいな。リュウも結構価格帯としては同じぐらいなのかなと思いました。初期の頃のリュウは本当に生産がすごい少なくて、一個一個がすごい高くて、生地も日本製ばっか使ってて高額になってたので、ようやくリュウもたくさんの方に見てもらえて、ちょっとずつ価格を抑えたけど、まあでもブランドのね価値っていうのはきちんと守りたいなと思ってるので、値段は、ね、今ぐらいに落ち着いているっていう感じなんですけど、そんな感じで可愛いと思ったものを紹介します。2つ目です。可愛くない？このコーデ爽やかで清楚なコーディネートを持ってきました。なんとも花夏を感じますよね。まずポップスがスナイデルです。お袖がすっごい可愛い。袖のね中にこうパワーネットみたいなのが入ってて、まだ形をね出してるんだよね。まあシャツ地で手頃にゲットできるけど、畳み難しそうっていう感じですね。背中はねこう開いてて紐になってます。で、着脱がちょっと大変で、ここの背中にファスナーがあるので鏡見ながらこうやってやるんですけど、ちょっとそれが大変だったけど、何にしろこの可愛さを優先したんですねっていう感じ。ここがねコルセットみたいにこうなってこうなってるのもさ、こだわりじゃない？こうやって終わるパターンが多いと思うんだけど、真ん中がこうなってることによってちょっとシュッとして見えるというか、可愛いわ。パフの前のここの部分も好きだし、ここが V になっててね、デコルテ綺麗に見せてくれるのも好きだし、胸元がね、ギャザーがいっぱい寄ってたら、胸がデカすぎるように見えちゃう難しいデザインだと思うんですけど、胸のこのシワの感じも、バストがポーンって見えない感じなのが、いや、すごい綺麗で、素晴らしいと思いました。仕様に惚れちゃいますね。いろんな人が気になるよっていうところを結構隠してくれるし、見せたいよっていうところを見せてくれるみたいな。綺麗よね。このトップスはちょっと惚れちゃいました。で、しかもこれがなんか3色展開ぐらいになってて、素材が全部違うのね、色によって。そのカラーバリエーションのやり方もいいねってなったんですけど、やっぱ私は白色が可愛いなと思ったので、王道に白色が素敵で、型紙とこの仕様の感じもすごい見たくて白色にしました。語りすぎて派手にしてた。もうセラミックの今狩り場だからさ、すごいさ、もう歯につくのっていうトップスをゲットしましたね。それに合わせたこのスカートが理由です。どっちがスナイデルだって思わなかった？なんちゃって。でもスナイデルさんすごいんですけど。いや、リュウも負けてないぞということで。トップスにすごい合うなと思って選びました。これは4月発売です。すぐですね。カラーバリエーションがブルーグレーみたいなお色と、ブラックがあるんですけど、ハンガーでこうやって持つと、たくさんたくとフレアふんだんに入れてるから、ちょっと重めなんですけど、履いたら全然重さを感じない。むしろ守られてるっていう感じがしますね。ちゃんと重みがあり、張りがあり、そしてフレアがふんだんに入った、このタックスカートっていうのを作りたくて、作らせてもらいました。巻きスカート調なんですよ、ここに。ここ。空きがあるんです。ここにはね、静かに端っこがキラキラっとしたパイピングで処理してあります。この張り感を出すのにも大変で、全部に裏に芯を貼って、張りを出しました。裾がこう広がって、エレガントじゃないですか？これはね、マジで可愛くて、ゲットしてほしいですね。なかなかない
ないと思うんですよね。私高くなりますね、やっぱり全面に芯張ってフレアをこんだけバーって出してて、生地がツイードなので、しかもこのツイードもさ、着やすいツイード、折り目が小さいから、でもこういろんな糸、いろんな格子になってるわけよ。絶妙なツイードっていうのも可愛いです。このくるみボタン、枠が金具で中がくるみですね。シルバーとかをパパパパパッと入れるのがビューっぽい金具的な。で、ハイウエストになってます。後ろゴムです。で、見てピアス、今私イヤリングにしてるんだけど、イヤリングの子はこれ買うといいよ。何十円とかで買えるんだけど、ピアスのピンをプシュッて刺すだけでできちゃうので、どのピアスも。これリボンのキナキナ2連ピアスです。これ素敵でしょ。この方オリジナルなので、あのリュウしかないですよ、このリボンちゃんの方は。私ちょっと耳がね裂けそうなのでイヤリングにしてます。可愛いでしょ。春夏は結構アクセサリーとかが見せれる時期だと思うので、こういうアクセサリーもリュウから出ますので、いっぱいゲットしてほしいですね。それにこの間販売したバニティバッグ合わせてもいいですし、お手持ちのねバニティバッグでも構いません。これ新作です。ポーンバッグです。カバー付きのスマホでもバーンとガッツリ入ります。まあクラッチバッグみたいな感じですけど、中もしっかり収納できますよ。カード入れる部分もある。これはねちょっと爆発的に売れるんじゃないかと思っておりますが、どうでしょうか。バニティバッグで例えば白買ったよって方は、逆にこっちでブラックだったりこういうカラーのゲットしてもらってもいいかなと思いました。セットで持ってもらえたら嬉しいなと思って。シャンパンピンクもあり、ホワイトブラックもあります。1個目でした。2着目、じゃーん、リュウのワンピースです。申し分ない可愛さでしょ。白ベースにブルーネイビーの総柄で、まあ、ネイビーのベースとかが挟まっております。パイピングとかはライトブルーというかキラキラシルバーがパイピングがキューッとしてあるんですけれども、で後ろはゴムになってて、ウエストの紐がついててリボンにできます。肩がちょっと開いています。インスタでブラックベースに白で、レースが黒、こっちを着てたんですけど、今日はこっちを着ました。リュウのワールド注意柄です。いろんなブランドさんがトワルドジュエ柄を出してると思うんですけど、リュウのトワルドジュエ柄は、まあ、私大好きな星座、星空と草花をミックスさせたら素敵な春夏のシーズンテーマになるんじゃないかなと思って、楽園をイメージして今回の SS はあるんですけど、柄が草花だったり星空だったり、お前楽園よみたいなそういうイメージでいろいろお洋服デザインしております。リュウが結構フェミニンに振り切った少女のようなあどけなさが残るような雰囲気にしてるので、甘めですかね。このワンピースは価格がちょっと高めになってもふんだんにこう好きなものを詰め込もうみたいな、前回も好きなものを詰め込んだワンピース作ってるんですけど、まあ、SS も好きなものを詰め込もうみたいな感じで、まあ、総柄のワンピースを作りました。シルエット的にはマーメイドっぽい感じにしましたね。胸元とこの袖がねフェミニンで可愛い印象なので、こっちはちょっとストーンと大人っぽくしたんですけど、まずこの柄がもうめちゃめちゃ栄養して、もちろん全部私が描いたわけじゃなくて、イメージをオーダーしてグラフィックデザイナーさんに描いていただくんですけど、可愛すぎちゃうないような大人っぽい星座柄プラス草花もあんまり主張がない、だけどちゃんと草花なんてわかるみたいな、絶妙な大きさだったりとか配置だったりとか、そういうのでめちゃめちゃ苦戦しましたね。これはもう勝負なワンピースな感じだったので、結構柄大変ですよね。着心地もいいしさらっとしてて透け感もあるワンピースなので、とても可愛い新作ですね。これも4月発売。じゃあ次いきます。これはスナイデルのワンピースです。これがついてて、アーム。下はパッド入りの背中が開いてる。春はね、これをつけて、夏はこう脱いでね、サナバケーションって感じで着れるから、後ろに3連でリボンついてるのね、かわいい。で、ちょっとカゴバッグ持ってみました。リュウのカゴバッグです。これやばくない？ブラックもあります。中の巾着までかわいいの。これを持っちゃったりして、まあ、これまだちょっと販売先なので、また言いますね。ここにロゴチャーム入ってるの、かわいくない？ヘアピンもつけてまーす。夏ね、ガーリーに着たい時に使える2本セットなんですよ。価格も結構お求めやすい価格になってるのでね、ぜひね、リュウまだ高くて買えないよってね、方もね、ゲットしてほしいなと思います。サンダルもリュウなんですよ。厚底で激漏れなので、いろんなブランドを着ると思うので、あんまりリュウを主張しすぎないビーチサンダルにしました。片押しになってて、キルティング調みたいになってます。
ですね。ところどころリュウのロゴが型落ちされてるんだけど、でもあんま主張しないかな。ベルトのところにリュウの型が押してありますけど、めっちゃリュウとかではないので喧嘩しないかなと思います。足激漏れするのでブラックとアイボリーの2色展開ですね。 SML あるからぜひゲットしてほしい。夏のデート行きたいな。この色がねすっごい可愛くて、これ一番最初に手に取ったかな。可愛いってなったっていう感じでした。じゃあ次行きます。これリュウのトップスです。でコーンバッグ持ってます。これ私の携帯も入っちゃいます。シャツ地のトップスはもう大変でした作るの。フリルもねふんだんに使ってリュウっぽさもありつつ甘すぎないけど使いやすいというか、どこから見てももうシルエットがすごい守りたくなっちゃうようなシルエットで、女性らしいボディを見せてくれると思います。長く着てもらえるかなと思います。ブラックとホワイトあるんですけど、その使い勝手のいいトップスっていうのは一つ持っておくといいかなと思います。カポって着たらなんかもうおしゃれさに出るというか、お仕事にも行けるようなシンプルめだけどこだわりがあるトップスを作れたかなと思います。春はギリギリのミニスカとか履いてロングブーツとか履いてもいいと思う。夏は素足のサンダルとかでもいいし、こういうデニムでもいいし、インしてもいいわけだし、前後に差がついてるのもこだわりポイントだし、横のシルエットも可愛くない、ギュッてしたくなるよね。でこの背中はねタック大きくとってここまで開くようにしてるので、うわなんかエアリーな雰囲気になっております。こういう空きの感じとかですごい腕を細く見せてくれるんだよね。抜け感って感じなんです。はい、じゃあ次いきます。はい、ブラックも着ちゃいました。でちょっとミニスカと合わせました。これもリュウでめっちゃスタイルよく見えるミニスカ作っちゃったから、細身の方でミニスカ欲しくて、ベルトのね穴とか全然足りないよみたいな方もいるじゃん。リュウのサイズは結構細身の方すごいいけると思うので結構その感じで作ってます。こういうシンプルなミニスカでいい感じの値段でオールシーズン使えるミニスカってあんまりなくて作っちゃいました。しかも下はブラジがパンツになってるので黒パンとか履かなくていいよ。今ポニーテールしてるから、あれだけ帽子とかかぶっちゃって。ブラックはブラックでかっこよくない？これがブラックです。これもブラック可愛いでしょ。ブラック推しですな、私は。高級感あって。これまして使えるので、超いいのできたコーデです。雑貨までリュウで揃えで嬉しさ。もしでね、着るとまた違くない？いい女でしょ。これで帽子とかかぶっても可愛いんじゃない？かわいい。私これ好き。肩にしていくわよ。ちょっとの見栄がかわいいよね。こんな感じで真っ黒でした。はい、次。これはスナイデルでーす。ピンクベージュのドッキングされたワンピースですね。シースルーの透け感のある生地でシャツっぽくなってて、その上にドッキングされてますね。コルセットみたいにここがフィットしてて、下がこうファーンと広がって、ドレスの量、こうね裾が張りがあるように縫ってあるので、裾の広がりが張り感がある感じに見えてるので、シルエットがすごい綺麗に見えますね。かわいい。同色でまとめられてるのが大人っぽくてかわいいなと思って買っちゃいました。で背中はね開いてる中から透け感が見えてる、かわいい。この生地がすごい素敵です。色もなんか絶妙な、このグレイッシュな感じもかわいいしね。ガーリーじゃない？これはシャンパンピンク、あ、合うじゃん。あ、かわいい。これにホワイトのバッグ合わせるとちょっとかわいらしすぎちゃうじゃん。これにこれぐらいだとすごい馴染んでいいのか。いい組み合わせですね。かわいいです。じゃあ次。はい、じゃーん。シルエット的にはふわーっと裾広がりで似たシルエットだけどリュウのワンピースです。この間ディズニー行く時にこっちの色着てました。ホワイトに淡いパープルのリボンがついたワンピース。こっちはオールブラックですね。もうギャザーふわーって入って、もう裾もめっちゃ広がってるので、まあ、結構このリュウのワンピースの中でも少女らしい感じ。ここでパッと切り替えられて上がレースになってるのが可愛くないで、こっちも続いて袖もここがレースで、こっちが身生地と一緒、ここでプキッとこう分かれてる感じ、可愛くない？切り替えがネジネジネジっていうのが入ってて、で袖とここのボタンは一緒ですよ。キラッとパールボタンがついてます。リボンが結構長いんですけど
けど、このね、長いリボンが歩いた時にパーパーパーってね、軽やかな見せ方をしてくれるので、長いからこそ可愛い。このリボンの付け方もこっちが短くて斜めにこうついてて、でこっちは袖をくるっとする感じでダンダンってなってるリボンが、静かにこだわってるポイント、楽ちんだけどしっかりしてるよっていうところにも着ていけるようなワンピースですね。結構白を先に着たから白可愛いってみんな言ってくださったんですけど、私はねオールブラックおすすめです。これでこの間アフタヌーンティー行った、いっぱい食べたけどお腹が出てるように見えなかったからありがとうこのワンピースっていう感じ。これとか持ってこれサンダルとかだったら結構夏らしい雰囲気になると、パンプスってこういうバッグだとちゃんとしたとこ行く感じするよね。雰囲気を変われるから結構このオールブラックのこのワンピースは結構推しですね。この太ベルトとか巻いても可愛い。新色ホワイト、もう超使いやすいからこれすぐ売れちゃった。細ベルトにもできるので、どうえ、じゃあラストかな。次これラストスナイデルのワンピですね。めちゃめちゃギャザーが寄ってる、シャーってなってるワンピース持ってなくて、あこれ可愛いなと思ってちょっとサイズ大きめなんだけど買っちゃいました。ウエストシェイプしたかったのでリュウの新色のストベルト巻いてます。これ取ると結構ダラーンとした感じで、ウエストマークされてないと私は安心しないっていうか、寝る時のお洋服に見えるとあれなので、ウエストでフェイクレザーですけどベルトを巻くと締まって見えるかなと思って巻いてみました。今白のインナーキャミワンピみたいな着てるんですけど、さっきのねミント色のキャミワンピとか中に入れても可愛いと思うし、この足抜群かなと思って買いました。下に仕込むものとか小物で色のアイテム持つとすごい映えるのかなと思って、今淡い色しかないんだけどパキッとした色、黄色とかさオレンジとか見せたいよってものがある時とかは真っ白なワンピースって映やしてくれるのかなと思います。ピアスはゴールドのリュウを選びました。キラキラリュウ。以上で私のスナイデルの購入品とリュウの新作の詰め合わせでした。まだでもリュウの新作たくさん今後も出てくるから、また購入品と混ぜてちょっと紹介したいなと思うんですけど、まあ、興味ある方はスナイデル、そしてリュウもチェックしてみてください。参考になったら嬉しいなと思います。ということでまた次の動画で、バイバーイ。